ご視聴の皆さん、いらっしゃいませ。海夏です。ポケットモンスターレッツゴー EV、 青色系ポケモン縛りで目指せチャンピオン。おっと、何しに来たんだい。あら君、マチスさんに勝っちゃうなんてすごいね。順調順調。はい、お疲れ。お、元気にしてくれた。私海水浴よ。狭いプールから飛び出して広い海で泳ぎたい時もあるの。これからどこ行くの？この近くのリグダの穴って言った？動画外で行って、な、工事中っていうのは見たね。工事中というか、穴掘ってる最中というか。まだだったら連れてってあげようか？後ででいいかな？セーブをさせてください。あら、せっかくの誘いを断るなんて。はい、それでは改めてセーブもし直したので、行きましょうかね。いいわよ、行きましょう。すぐそこなんだよね、街出て。ここがディグダの穴よ。ディグダが掘り進んでできた穴なの。じゃあね、いろんなポケモンと出会ってね。あれ、霞一緒じゃないの？連れてくるだけ。ほう。なんだ、一緒に行く新しいイベントかなと思ったけど、違ったか。あ、変わったね。あ、変わってない、この下か。たまげたもんだ、この長い洞窟、レグダが掘ったんだと。はい、特に何もイベントなく、トンネル終わりましたね。じゃあ次の場所行きますか。誰かいるよ。海夏さん、僕覚えてます？ほら、オーキド研究所の人かな。ああ、だね。オーキド博士の助手です。ちょうどよかった。いいもの見せましょう。いや、ここだとちょっと明るすぎるな。皆さん、中でお待ちしてますよ。はい、というわけで行きましょうか。来ましたね。早速いいものを見せましょう。実は僕、秘術、輝きをマスターしたのですよ。さてさて、電気を消してと。はい、真っ暗になりましたね。子供がいたのに。ここで心を落ち着けて、深く深呼吸をすると、どんなに暗くても、周りの様子を感じ取ることができる！フラッシュか。ほら、電気をつけなくても明るく感じるでしょ？僕の集中力が周りの人にも伝わるのです。すごいな。ルミナスさんにも教えてあげますよ。イーブイ。が覚えるのね。え？ルミナスさんじゃなくて EV が覚えるの？え？秘術毛さぎりも使えちゃうって？オーキド博士が言ってたけど、かなり特別みたいですね、その EV。面白い。教えてみましょう。もう一度暗くしますよ。さあ EV、僕と一緒に心を落ち着けて、深く深呼吸をして、周りの様子を感じ取る。お、これであの暗闇の洞窟、越えれますね。まだ行ってないけど。君の EV、実に素晴らしいです。どんどん秘術を使ってくださいね。秘術は技ではないので、戦う元気がなくても使えますよ。あ、
ダウンしてても使えるのか。なるほどね。はい、じゃあこれ持って次行きますか。お、海夏リーフが出てきた。ライバル戦か。海夏も助手さんから輝き教えてもらった？え、海夏じゃなくてイブが覚えた？あ、リーフは毛先切りも自分が覚えてんのか。相変わらずすごいな、海夏の相棒。あ、輝き使えそうなとこ俺知ってるぜ。近くまで連れてってやろっか。あ、じゃあ一緒に行こうか。お、今すぐ連れてってやるよ。行こうぜ。ここ、花座シティから東。こっちの方な。そういえばあったね、こういうとこで。こっちにずっと行くと、岩山トンネルっていう真っ暗なところがあるらしいんだ。輝きで照らせば、暗いところも怖くないぞ。じゃあな。あ、バトルなしか。さあ、それではここを切って、9番通りの先。行きましょうか。お、ポケモンセンターある。お、ロケットだ。お前だな。最近俺たちの邪魔してるお子様ってのは。おっと？囲まれた。おかげでロケット団のメンツ丸つぶれ。このままじゃ、ボスに顔向けできないじゃん。ってことで、ちょっと痛い目見てもらうよ。なんだって、子供だってわかってるくせに。待ちなさい。誰だ？おお、ラプラス。子供相手に、多勢に無勢。見過ごせないわね。なんだこいつ、まとめてやっつけてやる。こっちの3人は私が相手してあげる。そっちの彼は頼めるかしら。任せて。難しいです。任せて。一体なら。いい返事。それじゃあ行くわよ。さあ、ロケット弾は何使ってくるかちょっとわからないとこがあるね。お、だったか。レベルいくつだろう。22か。大体同じくらいだね。とりあえず熱湯でいいかな。怒りの前は。いてぇ。これもう一回使えたら1になるんじゃないか。大丈夫か。噛み砕く。いてぇ、いてぇ。これちょっと交代しないとまずい。先手も取れないし。わしに貸したギャラドスで。あ、下げられた。防御か。10万ボルト。あー、ちょっと残ったぞ。なんでもいいか。残るよね、HP。あ、大丈夫、大丈夫。もう、なかなか苦戦しましたね。ボスになんで報告すれば。
そのままありのままを言ったらいいんじゃないかな。お子様のくせになんて強さだよ。逃げた。三人がかりで手も足も出なかった。その強すぎる氷ポケモン、あんた一体？私はポケモンリーグ四天王のカンナ。あなたたちも氷漬けにしてあげましょうか？あ、やっぱカンナか。四天王？間に合ってまーす。あなたやるわね。想像以上だわ。なるほど。ジムバッジ集めてるのね。あなたがポケモンリーグに挑戦してくれること、楽しみに待ってるわ。それじゃあまた。こんな美人さんだったの。ゲームボーイ版だと全然よくわかんなかったけど。お、あんなところに。ここは何なんだろう。スーパーボール。あ、岩山トンネル到着しましたね。目的地。で、ここ過ぎてシオンタウンに行きましょうね。まずは休もう。最後までご視聴いただきありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またね。バイバイ。